テニスってスポーツは分かりやすかったのは、はい、やっぱり絶対的に、まあ、選手たちもそうなんですけど、自分中心なわけですよ、うん、それでいいと思うんです。いいと思うんですね。勝ち負けですから、はい、やめた後は勝ち負けがないからすごく僕は楽しかったんですよそれがだからもうどんな CM でもスタッフと共にみんなで話し合って、うん、全員で努力して出したものがいいか悪いかってこれは一つの結果です。いいですね。もちろん悔しいですよ、うん、そのものが売れてほしい、でも僕らやったよねって、うん、思えることが一番の幸せなんです、うん、だから自分が頑張ることは一切ないんですよね、うんうんうん、スポーツは自分が頑張ることが、うん、修造頑張れるばっかでしたよ、スポーツやってる時。僕らが普段勝ち負けのない世界にいて、はい、いやそんなどっちでもいいよとか言ってるのに、はい、こう飽きてというか瞬間瞬間に勝ち負けにこだわりたくなる気持ちで観客になるんですよね、はい、つまり僕は野球がとても好き で、はい、でなんかちょっとバカなくらいその思い入れしちゃうんですけど、あれ取っちゃうと、はい、あの部分の自分がなくなっちゃうんですよね。勝ち負けをものすごくこう意識する自分が、でそれなくなるとなんかピリッとしないんですよね、ちょっとガラッと話変わっちゃいますけど、こういう本とかで、うん、あとはドキュメンタリーとかでもテレビって短いですよね、はいはい、今インターネットは全てを出せるっていう利点、ちゃんと見てもらえるっていう、はい、でもニュースとかでも1から10あったら結局ディレクターが好きなところを選択して出すっていう、はい、一番難しい作業って何かって考えた時に削除する作業なんですよ、はい、でこの本に関してもこれ入れたいあれ入れたい、でも消していかなきゃいけない、うん、もう最も上手い方が僕は糸井さんだと思ってたんです。あだってもののけの生きろって、あの僕あれ9時間のやつ見ましたよ、あのメイキングのやつも含めて、ああいうの大好きなんですよメイキング面白いですよね、こんだけ苦しんでるんだって、これだけ削除するのに大変なんだってことを知るのが好きなんですけど、でも思ったより迷う方なんだなと思って、そこでバシンって切れるのはどこの糸井さんを使ってるんですか。その直前の迷いに迷ってる状態が堂々巡りになった時に、そこにいることが今度不快になるんですよ。あ、迷って考え尽くしてるかのように迷ってる状態があるじゃないですか、でそれにもうやだって思うんですよ。かっこいいな、それ。そうやって思える人いないんですよ。だって考えてるわけですから、変な言い方ですよ、うん、こうそれに酔ってるところあるかもしれない。俺たちこんな頑張ってるのにどうにかこっちめりたいな、なるわけですよ、うんうん、それが嫌い。それは手伝いがあるんですよ。その僕なんかのコピーの仕事とかについては手伝う、ものすごい要素が一つあって、締め切りです。だから試合が来ちゃったら出るしかないわけで、はい、僕らはその試合ですよっていうあるタイミングの前のところでいくら考えててもお前がいいとか悪いとか言ってる場合じゃなく出さなきゃ締め切り間に合わないよっていう時が本当に来ちゃうんですよ。その時にはもうさっきの根拠なき自信っていうのと似てますけど、もうこれしかないじゃないっていう。いやでもそこなんですよ。これしかないじゃないっていうことが決めれないんですよ。話をややこしくするそうですね。これでもう決まったと思ったら何でもこれ違うみたいな、すごかったですね、鈴木さんとの戦いも。で自分でも迷ってるんですよ。だから向こうに迷ってる人がいて、こっちに迷ってる人がいて、もともと俺が決めればいいんだって思ってる人が迷ってるから、はい、答えにたどり着かないんですよ。で俺は迷ってるけどお前が答え出せっていうのが僕のいる立場なんですよ。でもほとんどの広告の仕事は、会社ってスポンサーはみんな宮崎さんなんですよ。僕が分かってれば自分で書くよって思ってるんですよ、はい、だからそこのところで特に宮崎さんっていう人は、うん、うまく言えないけどダメっていうのを言う権利のある人ですから、
ですからまた間に鈴木さんっていうはい、進駐軍の通訳みたいな人が入ってこうすごいです、ね、クロスしてややこしくなってるのをまたこうここで煮沸したりなんかするんで、すごいですよね。鈴木さんの理論ももう本当すごいと、本読んでてもそのややこしくする人ばっかりがそこにだと思います、集まってますから、それはしょうがないんですよね。でだから確かあれは生きろはもう一回僕は決めたコピーなんですよ、はい、もう早い段階でこれでいけるはずだと思ったんだけど、はい、却下されてその後いろいろ出した上で生きろになったんですよ。だからあれのケースはちょっとまた特殊なんですよね。最後に絞り切って捨てて3文字になったんじゃなくて、僕は3文字にもうできてたんですよ。でただ重要なのは、はい、映画のお話はそれができた段階ではできてないんですよだからややこしいんですよ。そんな早くから生きるは決まんないんですよ。やっぱりその後どうなるか分かんないですから、商品ないんですから。いやだから糸井さんを含めてキャッチコピー、そういう何かこうものづくりをする中で頼まれてるっていうことは、はい、結局向こう側が決めるわけじゃないですか、はい、こういうものありますよっつって、そこの本当はこっちのが絶対だっていうのを糸井さんも思われたことあるんじゃないかと思うんですよ。ないですか、俺は絶対こっちなのに向こうこっち決めたみたいな。それはね、難しくなっちゃうんで喜ぶべきなんですね、プロとしては。また前向きに、ものすごいポジティブラーニングですよ。そうなんですよ、同じことなんですよ、同じことなんですよ。つまり僕はこれがいいって思って出すものが、はい、そのまま行くケースはないことはない、ないことはないし、あります、はあ、多々あります、はい、でそれはもうすでに僕の中では散々戦わしてきて結果を出してるわけだから、それ通っちゃって全く構わないんです。でも、ええ、分からず屋なのかもっと欲が深いのか、違うんだよな、まだないかなっていうのは、ええ、あるんですよ。やだな、あるんですよ。やだな。で、それは答え一つしかないわけじゃないんで、はい、その時に、もうあと、まあ、仮に宇宙の規模で言ったら何万もあるかもしれないっていう中から一つか二つもう一個見つかればいいわけですし、はい、それがもっと良くなる可能性っていうのを今度はゲームとして楽しむっていう風になるわけで、はい、ですからこれはあんなに押しててみんながいいって言ったけどこの人がダメだったんだよみたいなことはないことはないわけでありますけど、はい、その時にはその人を説得しようというよりは、その人じゃなくてもそのできましたって言ったところでこれはもっといいっていうのができないかなっていう、もっと難しい問題にして考えるんです、うんうんうん、はい、そうするとおかげでもっと広い当たりが出るんです。それはものすごい楽しいことでもあるんで、ですからみんなが知ってるようなコピーでも一回ボツになったおかげでこれになったっていうのはいっぱいありますよ。もう若い人はもう覚えてないけど、はい、日産の自動車でクーネル遊ぶっていう、はい、クーネル遊ぶすごい、はい、まああれももう散々難題だったんですけど、新しい自動車のコンセプトで乗ってほしい人っていうのから何から全部広告と一緒に考えていくような形だったんで、で30歳のセダンみたいなところは割に早くに決められたんですけど、はい、30歳ってとっても若くて、でスポーツカーじゃないんだけど嫌じゃない気持ちのいいセダンっていうのを考えて、はい、でそれはそこまで決まったんですけど、いろいろもうこう揺れ動きまして、でここでできたかなと思ったのが、はい、クーネル遊ぶクラブっていうコピーだったんですよ、はい、でクーネル遊ぶクラブっていうので、うん、ブッブッっていうのもこうリズムになってますし、はいはい、クーネル遊ぶクラブっていうのでそこのこう会員になるかのように、自動車を買った人がなんかある種のこう誇りを持てる、最高級車ではないしでも
いわゆる大衆者じゃないし、はい、若い人が、あ、それいいじゃないって言われるような、うん、まあ、いわばその、うん、なんだろうな、なんていうんだっけ、そのセレクトショップで買った買い物みたいな、そんなようなところでクーネル遊ぶクラブっていう言葉で会員募集みたいな感じでお客さんが入ってくるみたいな、はいはい、そういうところまでできて、ああできたと思って、でクーネル遊ぶクラブでって言って、もう答えになったんじゃないかなって言った時に、当時僕はタヌキと呼んでた、僕の上にそのクリエイティブディレクターっていう役割の人がいて、はい、いいねって言いながらも、いいね、クラブいるかなって言ったんですよ。一番大事なとこじゃないですか、そこは。で、彼もクリエイティブ出身のクリエイティブの人だし、あのロケ地で空模様が良くない時に全部移動させてうまくいかせたみたいなことを僕は一緒に仕事してるんで見てるんで、一コピーライターがやるってい こう範囲のことを超えた何か力の発揮の仕方を持ってるってことを僕は認めてるんです、彼のこと。だからこの酔っ払いが何を言ってんだって気持ちと、こいつが言うのかよっていうので、一番味方になってくれると思ってたし、でその人はクラブいるかなって言ったんで、このやると思うと同時に、あれそんなことすっと言われちゃう隙があるんだと思って、はぁって言って笑うんですよ、結局その時僕は。でもそれは相当なポジティブですよ。そうかもしれないですね。もう本当にここまでたどり着きましたっつって、こう爪が減ってるようなところまでたどり着いたのに、あのちょっとこう足かこんなことされたみたいなね。だからポジティブ、そうですね、ポジティブですよね。で笑うっていうのは、そのなんていうんだろう、本当に考えようがなくなった時人って笑いますからね。で確かその時にはものすごい高速回転するんですよね、その時にね、はい、今までやってきた仕事全部の分ぐらいが、その死ぬ時走馬灯のようにとか言うじゃないですか、 あれみたいにものすごく高速回転して、多分ですけど、これは僕の思い出でしかないんですけど、漫画的に言うともう次のコマページ1個めくると本当だって僕は言ってるんですよ。でその本当だって言った時の確信みたいなのがやっぱあって、それはだからそのクリエイティブディレクター、当時の後に重役になっちゃった人ですけどね、酔っ払いなんですけど、気持ちいいんですよ、その勝ち負けじゃないんですよやっぱり。だからここまでやってきたものがボツになったみたいなことっていうのは、悔しいで終わらせたらアマチュアだし、自分の作品を作ってる芸術家かもしれないんだけど、僕はやっぱり共同の仕事をしてるんで、はい、その意味では本当だって言えるっていうところの最後にこう仕上げの筆って、一文字も入れてなくて削るだけですけど、あ、俺がやったんだと思ってますよ。そのクラブを削ったのは自分の仕事だと思ってますよ。そういう、今だから再現フィルムみたいに喋りましたけど、こんなこと言うチャンスがなかったし聞かれもしなかった。いやでもすっごい分かりやすいというか、もう今日は一番僕自身が糸井さんからのポジティブラーニングされてるんですよ。そうですね、もう本当にされてるんですよ。もうだこれをずっと話決まった時は嬉しくて聞けることが、で多分ここはごめんなさい、これ皆さんに対しても失礼な言い方になっちゃうと思うんで、多分ここは流せない可能性があります。僕いつも思ってるのは、本当に不平等だなと思っていること多くて、うんうん、特にスポーツですね、うん、野球とかいろいろ構えれるポジションがあるんだったらまだいいんですけど、うんうん、テニスっていうものは、まあ、ある程度背が高いとか、うん、打つ才能がある方が絶対的に得意なんです、うんうん、有利ですよ。でもその選手よりももっともっと努力してるやつってたくさんいるんですよ、うんうん、でもいわゆる
賞金も違うし場所もポジションも全然違う。あとスポーツですね、僕はオリンピック競技たくさん見てます、うん、もう見てて練習見てて泣くとき僕あります僕、うん、こんだけ一生懸命やってんだと、うん、でも彼らが彼女らがいるポジションってそこまで失礼これもう流せねえな、うん、いや多分大丈夫になると思う、ええ、輝いてるかどうかっていうこと評価ですよね、うん、いわゆるプロということ、うん、金銭的ななんでだろうって、うん、あとはタクシーの運転手さんも含めむちゃくちゃプロの人いるわけですよ、うん、もうそういう人乗っちゃうと工事現場の人とかでも、うん、一生懸命こうなんかすごいエネルギーを持って、うん、なんか急に涙出てきちゃうんですよ、うんうん、すごいって、うん、頑張ってる、うん、でも金銭的な評価とか周りの評価って違うよ、うん、なんでこんな不平等なんだろうって、うん、すごく僕は嫌な言い方ですけど、うん、恵まれてるからそう捉えるのかもしれません、うんうんうん、伊藤さんそう捉えたことってないんですか。あのそのこともやっぱりみんな考えると思うんですよね。で僕自身も例えば、うん、楽しくてしょうがないよっていうことを10日間僕は毎日書いたとしますよね、はい、すると誰かが1人や2人はそれを読んでた人が、ええ、あなたはいいですねお気楽で恵まれてるからそういうこと言ってられるんですよね。ああそっかそうなんだっていうことを呼び寄せる言葉ですよね、うん、でじゃあそれを言わないのが正しいかって言ったら、はい、まあ、正しいかどうかじゃなくて、うん、それを言えるっていう世の中であってほしいなと思うんですよ。それは僕は子供のことで思うんですね。子供はキャッキャキャッキャ笑うじゃないですか、はい、でその貧しく育ったとしてもキャッキャキャッキャ笑うし大金持ちの家に育ってもキャッキャ笑うしそのキャッキャの部分っていうのは実は本当同じなんだから、ああ楽しいっていうのは別に人を苦しめるために言ってるんじゃないとしたら思いっきり言えよで感じた人がいろいろだってことはもうしょうがないと思うんですよ。でそこのところの状況っていうのは何がどうなっても全部変わらないんで、今のそのテニス選手はレンドルはどうだ、あの普通にあの会社で働いてる人はどうだっていうのを評価が違うっていう言い方があったけど、そのことについて心を痛めるっていうのはその評価を丸々認めちゃうことになると思うんですよ。だから自分の中にその要素はありますよね。心を痛めるもあるし、ちょっと上に行きたいっていうのだって絶対になくなるものじゃないし、はいはいはい、子供ができればあのこの幼稚園でダメだったらこっち行ってもういじめられないように引っ越したい、でも引っ越すのに金がないとかっていうのを自分の力で何とかしたいとか、みんなそれぞれに上がりたいっていうのはそれはまあ矢沢永吉がよく言ってたことが、はいはい、あるんだけど、全部本当なんだとしたら、はい、価値を一つに固定しなくて、うん、その今の評価って言ってる部分っていうのはその評価っていうので考えるとこうなるっていうふうに考えるしかないんじゃないかなと思うんですよね。あ、その評価の捉え方もですね、うん、だから、うん、複雑に混じっているところで生きてるんで、うん、となると何を頼りにっていう、頼りにする評価の軸とか価値の基軸なくなっちゃうじゃないかっていうふうに今度は思うわけですよね、はいはい、その時に、うん、さっきの生きろじゃないですけど、うん、矢印で言ったら正の方向向いてるか負の方向向いてるか、はい、正の方向向かせたいんですよね。ほう、なぜかって言ったら生まれることが正だったから、生まれないっていうのが負だとすると、この世に現れちゃったっていうのは正と負でいうとプラス記号ですよね。だから宇宙に自分がプラスされちゃった、はい、でそのまま行けよっていうのが僕は意思だと思うんですよ。生きたっていう、あの生まれたってことの、としたらはいそのまま行ってみます、で命尽きましたっていうのもあるし、だから正の符号の中で負の要素っていうのは混じるんだけど、いつも引っ張られたりもするし、おかげでカーブしたりもするから面白くもなるんだけど、正の方向
で生まれちゃったんだったらそのまま行く側の判断はどっちかなって考えるのが僕は選ぶ方かなと思ってるんで、だから心を痛めるっていうのは正の方向として痛める場合と、はい、負の方向として痛める場合と2種類あると思いますよ。ほう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 、それはそれで、はい、だから考えて考えて、誰か明るく生きてる人を攻撃するって方に向かう場合もありますよね。はははお前そんなことしてディズニーランドで風船持ってるけど、うん、この風船持てない子供はアフリカにいるぞっていう話をわざわざしに行くっていうのは事実だけど、命を負の方向に向かわせてないですか。で楽しいねって言ってその風船買ったのっていうのはそれはそれでその赤ん坊が正の方向に向かってるのを後押ししてあげてるし自信を持たせてるわけで、で一方でそうじゃない子はいるぞっていうのを思ったのをどう使うかっていうのを性の方向の使い方っていうのを考える、あるいは実際にするっていう形で思った痛みとかっていうのはなんか解決の方に向かうんじゃないですか。つまりビル・ゲイツ結局あれだけ稼いだけど財団の仕事ばっかりしてるじゃないですか。そうですね、あれはだから稼ぐってこういうことかよっていうぐらいまで行っちゃったわけですよね、うんうん、チョモランマのてっぺんに行っちゃったわけですね、はい、でこれ俺やりたかったことかなと思ったら、うん、下の方を見たら低いところでいろいろ困ってる人がいる、うん、でこれをただバーンとお金撒いても役に立たないとしたらここの人たちが不自由してるっていうのはすごく自分が見てて辛いなと思ったのを、うん、一生懸命考えたらどういう助け方があるだろうっていうのをあの財団はめちゃくちゃに研究してますよね、はいはい、だからただこう配るのと、うん、ビル・ゲイツがこう考えてその自分の持ってる財産をこう切り崩そうして分けようとしてるの、あるいはもっと集めようとしてることっていうのは僕は正の方向に生まれちゃったんだからプラスの方向に行きたいっていうのをこう守ってる行為のように見えるんで、なるほどな、ああいうのでまたあれを真似する人も出てくるだろうし、性のエネルギーっていうのが高まっていく側に僕もつきたいなっていうのは思うんですね。ちょっと話がだいぶ、いやでも相当僕にとってはポジティブラーニングなんですよ。やっぱり今は修造ありのままでいいよって言われた感じがして、そうです、そうだと思いますね。すごく今の言葉に似てるなと思ったのが、震災があった時に多分皆さんもそうだった、何かできないかと、はい、行動できない自分もすごく嫌な思いもしたし、で実際に被災地に行って、テニスも教えながら、体育館ですよね、行っていろんな人と話した時に強烈な、あっても救われた言葉があったんですよ、うん、いきなりこう年配の方が来て修造って来たんですようわーと修造なっつって、なんでこんなことが来たって言われたんですよ。ってもう どうしようかなと思ったら、お前は元気なのかって言われたんですよ。はいって言ったら、元気なやつが元気な行動しないでどうすんだって言われたんですよ。来てくれるの嬉しいぞって、自分ができることを元気にやれって言われたんですよ。もうね、もう涙ポロポロ来ちゃって、もう本当救われたんですよ。だからそれもあるんですけど、僕は応援することが生きがいであって、変な言い方ですけど、誰のために応援してんのって、それも僕自身のため以外ないんですよ。応援、オリンピックもそうですけど、やっぱり一つの部分で僕テニスで頑張ったところがあるんで、なんか人を応援することが楽しくてしょうがなくて、今の聞いてだいぶ救われました。ポジティブラーニングです。おー、すごいポジティブラーニング。いや同じようなことはだから僕自身がしょっちゅう思ってきたし、思うことだし、今だってやっぱり解決してるわけではないんだけど、なんていうの、細かい原子みたいなところまで
辿っていくとそういうことになるんだろうな。でさっきその前の方の質問でどっちに行くって言った時に光が見える方って言ったのが、はい、多分、ええ、参道を抜けて見えた光ですよね。ああいろいろさん、はいはい、迷いながらも、はい、つまり生まれてくる時っていうのは、うん、最初の呼吸がおぎゃーって、ええ、別世界に来ちゃっただけど参加したわけですよね。ほうほう赤ん坊は、はい、世界に、ええ、まさしくプラスしちゃったわけですよね自分を。で息して、はい、今まで息しないで済んでたお腹の中から息も自分でするんだぞって仕組まれているところでってして、でそのままじゃ生きられないけど助けてくれる人が周りにいるっていうのを自分でも知らないのに信じきってるんですよね生まれたってことは。だからお腹の中にいるってやっぱ暗いと思うんですよね、ええ、でその暗闇の安定から光の方に行っちゃったっていうところがもう自分の全ての始まりだから、死ぬまでそのまま光の方に向かっていくっていうふうに僕は考えるんです。だからみんな結局まあ選手たちもそうでした、ネガティブの方向、僕も何でもネガティブに考える方なんですよ、はい、です。でも結局たどり着くのはポジティブの方じゃないですか、はい、だから弱さっていうのは強さであって、弱いからこそ強さっていうものを気づかせてくれる、はい、その光を見つけてさせてくれるのが言ってみればネガティブなものですよね、はい、やっぱりよく言うんだけど笑いでもそのドラマでも何でもそうだけど、散々笑うんだけどそこの底にちょっと悲しいものがないものってやっぱりつまんないよねっていうのはよく思うし言うんですよ、つまりそれは昔の人が物の哀れって言ったことかもしれないんだけど、俺自身にはお前にはどうすることもないっていう絶望に近いような無力感っていうのがなんか物の哀れの原点だと思うんで、それはもう無限の悲しみですよね。でそれを救うものとして慈悲っていうものがその宗教で作られたし、っていうところで僕らはもうどうせそのネガティブになるっていうか悲しいのは当たり前なん でそれが悲しいっていうとこから始まってるんだけど、同時に生まれちゃって明るい方に行きたかったっていうのはどうしましょうって言ったら、ああ仰せの通りに進みますっていうのを老人になっても思うんですよ。やっぱりもういいよっていうのもあるんですよ。確かにゆっくり歩きたい人も休みたい人もいるしね、もういいよっていう気持ちは俺はそれはそれでなんかね、なんだろう、死ぬことを肯定するとか否定するとかっていうことじゃなくて、もういいよっていうのはあると思う。その植物だって枯れるし、はい、動物だって自然に死んでいくわけですし、ただ一般的に命っていつ頃死ぬとかってあんまり考えずに生きてるんですよね。だからそのさっきのお前どこにいても元気でいるっていうことがお前の役目だっていうのは、明日とか今日とか周囲の環境とかをそのとらわれて動くんじゃなくて、なんか思い切ってこう自分の思った通りにそのやることがお前を見てる人にとっても嬉しいんだぞっていうのはなんかとてもよくわかる気は、ポジティブっていう言葉が流行りすぎちゃったおかげで、ポジティブって光でしょ。つまり写真で言えば光を当てた部分がポジでしょ、ネガって写真の暗い部分でしょ。あ、そういうことなんですか。じゃないですか。そうなんですか、カメラマンだからね。だから見えてる光の当たってるものがポジで、光が当たってない部分がネガで、だからある画面があった時にネガで埋め尽くさずにちょっと残せば、自然にそこの、残った丸はポジになりますよね。ポジとネガの関係、本当なの。だから普通のことだと思うんですよ、僕。ポジティブっていうのは
あのポジティブポジティブ、その修造うざいよねポジポジ言ってみたいに、うんうん、そのすごくその修造を知りもしないくせに、ええ、修造イコールポジって勝手にこうなんと看板みたいなものを決めちゃって、修造ポジうざいっていう人は、ポジの意味のもう修造のそのやってきたことも考えもものすごい簡単なところで止めちゃってるんだと思うんですよね。僕はやっぱりあんだけ真剣に人のために応援できる人がそんな単純な人間であるはずがないっていうのは見えますよ、テレビでも。いやでもあのうざいって言われるのもあんまり嫌じゃないんです。分かる分かる、うざいからね。あの確かに、つまりそれは料理でいうとパクチーを入れた料理、パクチー、そのパクチー嫌いって言われても大好きな人がいっぱいいるじゃないですか。いや僕は好きな方だけど、そのいや修造さんがパクチーっていうことではなくて、はいはい、その味のバリエーションっていうのには嫌だねとかっていうものがあった方が形が複雑になるじゃないですか。だからラーメン食べるだって胡椒を入れるわけだしさ、はい、その薬味の部分っていうのはうざさかもしれないですよ。苦味もそうですよね。苦味は毒っていう印ですよね、その生き物にとっては。だけど苦くて美味しいっていうのもで人は味わえるようになってるわけで、だからうざいも嫌じゃないんですよっていうのはそれはそれでよく分かりますけど、あの何だろう、単純じゃないですよね。そんなにその松岡修造ポジっていうのがこうセットで語られておしまいっていうようなものではないと思う。